皆さん、こんばんは。三井ショッピングパークが送るライブ動画チャンネル、ミーツショップライブ。本日は、ビーイングライフスターバイビームス、ララポート東京ベイ店からお届けいたします。本日、配信を担当します。スタッフの森下と、スタッフの宮内と、天の声の須藤です。本日は、スタッフ厳選スペシャルコラボアイテム紹介と題しまして、2022年春夏おすすめのコラボアイテムをご紹介させていただきます。それでは始めてまいります。この度よりスタートしたミーツショップライブは、この動画を見ながら気になった商品をそのまま購入できる便利なライブ配信となっています。皆さんがご覧になっている画面内にあるカートボタン、クリックしていただきますと、ご紹介するアイテムが表示されます。各アイテムの購入ページへボタンをクリックすると、ララポート公式通販サイトアンドモールへリンクされて、そのまま購入できますので、ライブ中に気になった商品があれば見てみてください。さらにライブ配信中、もっと近くで見たい、バックスタイルはどうなっているのなど、ご要望やご質問があればリアルタイムでできる限り答えていきます。皆様も参加型の配信となっていますので、お気軽にコメントをお待ちしております。アイテムやコーデがいいなと思ったら、ハートボタンもぜひクリックしてください。コメントはログインなしで簡単にできるので、ぜひお気軽にコメントしてください。早速コメントやハートありがとうございます。ありがとうございます。コメントは来てないかな。失礼しました。ハートありがとうございます。ありがとうございます。で、最初にちょっとお知らせがございまして、ね、はい、前回すごい反響をいただいた、ね、こちらのサコッシュですね。サコッシュ、はい、資源くんさんのライブコマースですごいご紹介してくださったサコッシュなんですけど、はい、すごい反響あったみたいで、うん、はい、一応ブラウンが在庫がご用意ございまして、ね、はい、キャメルとブラックが再入荷のご予定になっておりますので、はい、ぜひお楽しみにお待ちください。ちょっとさっき在庫見たんですけど、オレンジがちょっと在庫持ってる店舗もあったので、うんうん、ビームス各店舗に問い合わせいただければご購入いただくこともできますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。はい、お待ちしております。あ、コメントいただきました。お、楽しみにしてましたと。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速お届けしていきましょうか。はい、はい、皆さん気になるアイテムがあれば何でも聞いてください。はい、それではまず初めの商品は何でしょう。はい、森田さんお願いします。はい、お願いします。私が今日紹介するのは、今日は私も履いてるんですけど、ラングラーと、あ、2点今日紹介しますね。ラングラーとの別注商品になるんですけど、はい、こちらのツートンデニムになります。こちらがですね、インラインのリメイクパンツをベースに別注された商品になってまして、こう見ていただくと分かりますかね。かわいい、かわいいです。サイドがちょっとこう濃いお色になっていて、ブラックの方も伝わりますかね。あ、でも見えてると思います。こっちの方が分かりやすいですかね。そうですね、ツートンになっていていいですよね。アクセントになるので、ね、いいと思います。なかなかないですよね、デザインとして。裾がですね、カットオフ仕様になっているので、ちょっとこう軽やかさもありつつ、アクセントになりそうですね。うん、そうですね、履いていただける商品になってます。かわいい。今日のコーディネートもすごいかわいいですよね。森下さん、ストレートデニムなんですけど、ちょっと私大きめに買ってて、はいはい、靴にこうかかると、かわいい。あ、これストレートですか。そうなんですよ。実はちょっとフレアっぽい感じでも履いていただける仕様になってます。はい、かわいい。でこちらがラングラー定番の生地がですね、ブロークンデニムっていうものを使用してまして、はいはい、はい、あのねじれ防止の加工を生地の作る段階でされてるので、破れとかにもちょっとこう強い、なるほど、はい、生地になってます。コメントいただいてます。別注って響きいいですね。私も大好きです。大好きですよね。はい、取られますよね。かわいい。すごい細く見えそう。え、そうなんですよ。細見えしますよね。はい、だいぶします。やっぱサイドが濃いお色なので、ちょっとこう普段よりもさらにシュッと、うん、確かに、はい、見えます。サイズ展開知りたいですか。あ、サイズ展開が XS、S、M サイズの3サイズ展開になってまして、うん、アンドモールの方では XS のサイズがちょっとこうバツになっちゃってるんですけど、ね、はい、店舗の方にはあるのでもし、はい、気になる方はぜひお店の方でも、はい、はい、お色はブラックとインディゴの2色展開になっております。はい、森下さんは何のサイズを。え、一番大きいやつ M サイズで、M サイズ、はい、159センチです。159センチで M サイズ、はい、M サイズでちょっとたまる感じで、そうですね、履いております。はい、お値段が税込みで 14,300 円になります。うん、
ます、はい、別注で14,300円って、あんまりないですしね、こういう、なかなか初めて見ました、はい、古着とかで探してもないかなと思うので、うん、うん、入荷した瞬間買いましたね確かに買いましたねで、コーディネートとしては今日石が着てるみたいなボーダーの洋服と合わせてラフに着ていただいてもちょっと分かりづらいですかね。春だとちょっとこうボーダー気になるっていう方多いと思うんですけど、ボーダーを探しの方多くないですか？なんか多いです、ね、そうですよね。こういう感じで着ていただいてもいいですし、はい、中に着てるちょっと石垣の中に着てるお洋服も実は、はいはい、ビーミングバイビームスオリジナルの商品になるので、ワンピースチュニックです。チュニック、はい、これで1枚でこ う, そうです、ね、もう少し暖かくなった1枚で着ていただいてもこうフェミニンさもありつつ、確かにデニムなのでそこまでフェミニンになりすぎない感じが可愛いです ね、うん、ですね、ちょうど中和されていい感じに、うん、チュニック可愛いです。あ、ありがとうございます。コメントいただきました。昨年からすごい人気ですよね。そうなんですよ。で使い回しできそうですね。いろいろそう着回しがそうできるのですごいおすすめです。お色もチュニックの方はこちらのオフホワイトとインクブラックとあとグレイッシュピンク、ちょっとくすみがかったピンクの3色展開に、石がこの着てるピンクと比べるとだいぶ違うと思います。そうです、ちょっとくすみ系ですね、うん、くすんだピンクの3色展開になってますね。で、ボーダーの T シャツの方も3色持ってるのすごいいい色ですよね。これ綺麗ですね、はい、ちょっと画面だと伝わりづらいかもしれませんが、こちらのこれはねサックス、サックスブルー、はい、うん、ホワイトベースにサックスブルーとこのベージュも、ベージュ使い回ししやすそうですよね。いろいろなんかボーダーでこういう淡い感じのカラー可愛いですね、うん、デニムとすごい相性良さそう。春って感じしますね。しますね。ピンクもすごいします。ちょうど今着てます、はい、ボーダーは今年はマストですか？そうですね、今年はマストですね、うん、はい、ありがとうございます。でもう1点ご紹介するのが、はい、こちらもラングラー別注の商品になりまして、うわ、それ好きだわ、かわいいです。これフレアフレアデニム、フレアフレアサロペットです。すいません、はい、ちょっと一瞬飛んじゃいました、失礼しました。はい、で身幅の周りは結構こうすっきりめになってるんですけど、ちょっと見えますか？はいはい、パンツボトムの部分がワイドめのフレアシルエット、こっちはフレアですね、フレアになってるので、なんか大人の方でもなんかサロペット着たいけどちょっと子供っぽいみたいな感じに思っちゃう方って結構いると思うんですけど、そういう方でも挑戦しやすいデニムになってると思います。こちらもインラインのサロペットをベースに復刻した形になってまして、いろいろと中の、そう、あ、後ろもそうですね、可愛いですね、可愛い、ちょっとしたロゴが、ロゴも入ってで、ポケットの部分のこういうステッチの、はいはいはい、ラングラー、ラングラー入ってますね、はい、うん、中のね、インナー変えるとオールシーズン使っていただけるお洋服になるので、今の季節だったらそれこそこのボーダーの T シャツと合わせても可愛いですし、夏とかだったらちょっとこう大人っぽく着るって場合はこういうレースのコクテールが入った、あ、ちょうどあのコメントいただいてまして、モフンキさん、モフンキさん、モフンキさん、ありがとうございます。いいと言います。いい、ありがとうございます。シンプルでありがとうございます。お袖にボリュームがあるブラウスになるので、はいはい、ちょっとこう女性らしさもありつつ着ていただけるのかなと思います。あ、これも可愛いですね、可愛いですね、グリーンと発色がねすごい良くて、はいはい、なんか夏らしさもあっていいですね。そうですね、夏映えると思います、はい、結構絶対映えます。グリーン可愛いですね。そう、袖にレースのテールが伝わりますかね。ちょっとこのボリューム感が可愛いです、やっぱり、うん、ちょっと二の腕気になる方とかも、うん、確かにこれで買いやすいですね、はい、パフッとこうパフッといけますとこう隠していただいて、そう、無意識にこうあったのかもしれないですパフッといけちゃいます、パフッと隠していただいて、いろいろこちらのブラウス4色展開になってます。
はいはいはい、あ、すごい。あ、ブルーもいいね。ブルーもあります。発色がやっぱりいいんですよね。ブルーと、綺麗ですね。そう、グリーンとブラックと。あとコメントいただきました。はい。今年の春夏は何が流行りですか？流行り、でもボーダー多いですよね。そうですね。ボーダーと定番で、うん。デニムもそうじゃん。デニムも確かにもうずっと定番で。今日ね、ご紹介した2点ともデニムのアイテムですし、あ、こちらはちなみにお値段とサイズとお伝えしてなかったですね。こちらが高そう、高そうと思うじゃないですか、はい、税込みで16,700円、そう、はい、1万円台で、サイズ SM2 サイズなので、なるほど、はい、なんかこう中にトレーナーとか着たいとかだったら、うんうん、M サイズでちょっとこう身幅ゆったりめで購入されたりしてもいいですし、うん、すっきり着たいとかだったら S サイズとかでも、うん、かもしれないです。はい、ありがとうございます。はい、緑かわいいと、緑、はい、私も緑推しです。あのさっきのブラウスですかね、うん、袖のレースかわいいと、ブラウス人気ですね。ブラウスいいですよね、はい、これは使えそうな。お試着ももう半袖なのに今の時期から、あ、そうなんだ、多いですよね、最近も結構売れてきてますね。そうですね、うん、さっきのデニムにも合いそうですしね、リメイクの。このブラウスの形的になんか今の時期でしたらシアンとロングスリーブのインナーとか入れてしていただいても可愛いと思う。全然今からでも使っていただけると思います。後ろもちょっとこうリボンになってるので、さすがです。はい、可愛いと、ありがとうございます。裾に向かってちょっとこう広がる感じで、これいいですね、これいいですね、この合わせ、うん、確かに、うん、爽やか、あとなんか気になるのあればコメントぜひお待ちしてますので、はい、はい、はい、私が今日紹介した方2点は今以上で、はい、以上になります。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。次行きますか、はい、宮内さん、ではお願いいたします。はい、自分がご紹介させていただくのはユニバーサルオーバーオールの商品でございまして、はい、一応その別注シリーズ3型ですね、ご用意させていただこうと思います。3型も結構ボリュームがそうですね、ありますね。一応もうすでに私が今実際着用しているジャンパースカートですね。いい、こんな感じで色が、色がですね、こちらアイボリー、ベージュ、ブラックの3色展開になっておりまして、はい、ユニバーサルオーバーオール、ユニバーサルすごい噛みました。ユニバーサルオーバーオールで大人気のジャンパースカートを、はい、あの大人のカジュアルスタイルに取り入れやすいような、うん、こうビーミングバイビームスらしくデザインを別注させていただいたものになっております。張り感もありますしね。そうですね、素材が取り入れやすい、大人の方でもやっぱり。そうなんですよ、うんうん、あとそれこそここのストラップの部分もう結構細めになっているので、なんか本当今みたいに私がちょうどブラウスで合わせているんですけど、うん、結構こう女性らしいようなトップスで合わせていただいてもすごい自然に、うんうん、でね、ここがちょっと違うだけで印象がね、華奢なイメージガラッと変えていただけるので、うん、一応毎回別注で出しているときにこの裏の部分がちょっとさりげなく、はいはい、ユニバーサルオーバーオールとビーミングのロゴが見えてます、見えてます。そうなんですよ、入っているので、うん、なんかこう着る時もちょっとワクワクするようなポイントになっていて、そうなんです。隠れ、そうなんです。あ、コメントありがとうございます。ありがとうございます。金森さん、お似合いですと。ありがとうございます。お似合いです。いいですね、白ブラウスにベージュの感じも、うん、そうですね、ワントーンという感じです。いいですよね。あとなんか実際着用してみてすごい思ったのが、うん、この後ろの部分がゴムになってるんですよ。楽そう。そうなんです。それどうなんですか、これ、はい、だいぶ楽なんですね。ですし、あとトップスのこのインナーの幅もすごい広がるので、なんか冬これも生地的にもう全然通年使っていただけると思うので、冬ですとそれこそちょっと薄手のニットだったりとかでしたら重ねて着ていただけると思うんで、うん、これ結構ありがたいポイントかな。確かにスタイルもなんかよく見えますね。あ、本当ですか。はい、ウエスト、もともといい、もちろんいいんですけど、ウエストがシェイプされてる。あとまあここに切り返しが結構上の位置にあるので、はいはい、目線上に上がるっていうのも結構大きいかもしれないですね。ここも可愛いですね、ここのポッケ。コメントいただきました。
ポケットどうなってますか。ポケット前ですかね。前も後ろも。後ろも。5つありますね、全部で。後ろに1、はいはいはい、2つと、うん、前向くと、ここに両サイドと、あとなんかボールペン入れれそう。確かにペンをね、そうですね、入れれるような感じで。ここもありがたい。体型変わっても安心。そうなんですよ。全然。あとここのところで調節していただけるので、なんかトップスに合わせてこう調節していただければなと思います。かわいい。すごいさりげないんですけど、ここの気になるブランドタグもタグが、ね、ビーミングの、ホワイトとオレンジのオリジナルカラーで、もともとはオレンジベースで白地になってるんですよね、はいはい、そうです。なんか悪目立ちしなくていいですね。そうですよね、さりげないと思います。かわいい、ありがとうございます、うん、こんな感じで3品番あるからね。はい、ちょっとどんどん行きますか。どんどん行きますね。はい、皆様の気になるところあればどんどんコメントいただければお答えしますので、はい、でもう一方が、先ほどのジャンパースカートのオーバーオールバージョンになりますね。はい、こちらも生地とかはもう全く一緒で、そうです、すみません、形サイズとお値段ご紹介するの忘れてたんですけど、はい、一応カラーは両方ともアイボリー、ベージュ、ブラックの3色展開でして、うん、サイズが S と M の2サイズ展開になってますね、はい、でお値段が税込みで 14,300円となっております、はい、こっちのオーバーオールの方なんですけど、結構このパンツの部分が割とこうゆったりめといいますか、しっかりこう幅はありつつも、でも着ていただくと意外とこうすっきり見えるような、嬉しい、素材感もそうですね、張り感があるので、うん、結構こうスッキリ感が出るようにしっかりなっています。これもね、セーラーカラーとこう合わせても可愛いですね。そうですね、セーラーカラーのね、の方も可愛いと思います。可愛い、なんか本当に T シャツとかで合わせていただいてももちろん可愛いんですけど、うん、なんかあえてこういうちょっとこうタイトめなこう体のラインにフィットするようなインナー入れていただくと、そういうこと、そう、あの大人カジュアルな雰囲気 いいですね、合わせていただければ。そう、使えるらしい。これすごい使えます非常にこれもすごい可愛いんですよ。使えるみたいなので皆様、結構後ろがね、大胆に開いているデザインになっていて、でもこれがカップ付きなのでインナーとかいらずでもこの1枚で着ていただけるので、このバッグの何ですか、気にならないようなデザインになっていて、可愛いですよね、うん、これもそうですね、ボーイッシュなアイテムにちょっとこういう、はい、ざっくりした、はい、女性らしいようなトップスで、これもボーダーです。おー、やっぱりボーダーがやっぱボーダーですね。春はいいですね、はい、結構開いてますね、後ろと。結構開いてます。なんかこんなに気にならない感じなんですか、着ると。そうですね、本当になんかこういやらしくなりすぎない感じの一環なので、フロントの部分もそこまでこう飽きすぎてないので、バランスがいいかなと思います。結構なんか細めのネックレスとか合わせたいですよね。可愛いですね、うん、大人っぽい感じで、はい、ぜひおすすめです。下着とか見えないですか。あ、これ下着なしで着ていただける、はい、カップ付きなので、はい、1枚で着ていただける商品になってます。いいですね、はい、ありがとうございますじゃあ最後の商品を紹介させていただきます、はい、こちらですね。あ、こちらはこちらベーカースカートになっております。一応こちらも同様にウエスト後ろの部分をゴムにしているのが、うん、こう別注のモデルになっていて、うん、こう履きやすさはありながら A ラインのすっきりとしたシルエットがカジュアルな中でもそれこそ女性らしさを感じさせるようなデザインになっております。裾に向かってこう広がる感じで、いいですね。そうですね、腰あたりとかは割とこうフィットするようなサイズ感になっているので、うん、結構履いていただくとすっきりとした印象で、なおかつちょっとこうフレアな A ラインになっているので、なんかさっきのこのミラーのちょっとタイトめなトップスに合わせていただいてもすごい形入ると思いますし、でも逆にこうすごいカジュアルな感じでスウェットとかを
ピンクでも可愛いかも。あ、ピンク可愛いですよね。春っぽい。いいですね。これ可愛いですね。ロゴがね、緑なのでこれ。そうですね。カラーで合わせていただいてもすごい素敵だと思います。うん、これがお色がベージュとブラック、はい、ブラックと、はい、一応シーズンカラーでもあるピーチっていうお色になりますか。へえ、ピーチ、いい色。可愛いですよね、名前の名前。うん、名前。カラーの名前。カラーの名前可愛いですね。ピンクいいですよね、やっぱり春先は。ピンクね、今年多いですね、しかも。そうですね、うん、いろんなトーンのもので出ているかなと思います。うん、とかそこまでこう、なんですか、銀色すぎないと言いますか。確かに、若干くすみもあるので、うんうん、なんか色物に挑戦したいけど、うん、ピンクってどうなのみたいな方でも、取りに行って、ね、ちょっと下の方だったら、ね、それありますよね。結構ボトムスからだったら挑戦しやすかったりしますよね。結構メンズでもあのカラーパンツとか流行ってるので、うん、なんかそういう感じでも色物いいのかなと、今年特に。かわいいです。おすすめです。ピンクいいお色です。うん、ありがとうございます。ふんきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ふんきさん、コメントありがとうございます。たくさん。お二人はこの春、色物買いましたかと。買いました。色物買いました。ボーダー買いました。ボーダーのカラーの。へえ。何色を買いました。ピンク買いました。ピンクですね。ピンク買いましたね。うん。何買いました。私、ブルーですね。ブルーの。ブルーのパンツです。パンツ。いいです。いいですね。カラーパンツ可愛いですよ。カラーパンツいいですね。夏とかに、うん、確かに。ビーミングたくさん。はい、はい、たくさん。いろんなカラーパンツでもありますので。そうですね。すごい人気なので。ぜひ。はい。見てみてください。店頭でも。はい。お待ちしております。こちらもぜひおすすめなのでご覧ください。はい。こんな感じですかね。こんな感じで大丈夫そうでしょうか。すいません、お値段だけ。あ、お値段だけお伝えさせていただきます。サイズも S と M の2サイズ展開でして、はい、お値段が税込みで8690円と。え、安い。すごいお手頃です。1万だ。1万円いかないので、別注。この光沢が出る感じもいいですよね。うん、そうですよね。でこのベイカーの感じ、ポケットのスクエアの感じもカジュアルなんですけど、うん、形が女性らしくて。そうなんですよ。かわいい。ありがとうございます。はい、では、はい、続きまして、はい、自分に出ちゃいますね。はい、待ってました。私が出ますね。はい、待っててくれたのか。すみません、失礼します。失礼します。ちょっと、自分はリベラルっていうブランドの紹介をさせていただきます。はい、で、今ちょっと申し訳ないんですけど、4方ご紹介する予定だったんですが、アンドモール上で今、2方しか今出てないんですけれども、店舗の方でですね、在庫はございますので、ぜひあの気になるのがあったら問い合わせいただければと思います。はい、リベラルってバッグのブランドなんですけど、一応日本製で、もともとファクトリーブランド、まあ、縫製の工場だったんですけど、あの車のシートとか、まあ、そういう楽器のカバーとか、そういうのを作ってるブランドなんですが、まあ、この度、2016年かあのバッグを出して、今回別注というか、形で、はい、ビーミングではさせていただきました。でポイントとしては、まあ、その車のシートとかなんで全部本来はナイロンなんですけれども、うん、こちらちょっと寄っていただくと分かるかなと思うんですけど、メッシュとレザーを使ってるんですけど、このレザーにしてるのがビーミングバイビームスの別注ポイントになってます。まあ、ナイロンだとやっぱカジュアルすぎるんですけれども、レザーにすることで綺麗めに持てるという、はい、中ぜひ、これ右利きでも左利きでも使いやすいっていうので、日本いいですね。そうですね、日本の風呂敷をベースにしたモデルですね。これニジっていうモデルなんですけど、ちょっとこういう深めになってますね。でこれちょっとちっちゃいモデルで、実際僕今日私物で持ってきてるんですけど、これがちょっと大きい方、ちょっと分かりますかね、こう画面で。ずっと使ってますね。そうなんですよ。これ一緒じゃないか。若干違いますかね、はい、若干違います。でミニと一応大きい方でめちゃくちゃ物入るん でこっちはちょっとまあ巾着的な感じで使えるっていう、はいはいはい、でこれの最大のポイントとしては、
このベルトなんですけど、はい、いいですか、はい、あの結ばれてまして、でこれフリーであの使えるんですよ。長さの調整ができるので。宮内さんのちょっと背負っていただいてもいいですか。めっちゃ気になってました。女性でもモテそうですか。あ、そうなんです、そうなんです、はい、でこういう感じでちょっと斜めにかけていただいてもいいですし、僕はあの普段あのハンドルでこういう感じで持ってるんですけど、こういう感じで持っていただいても全然いいので、なんかその用途に応じて使っていただけるっていう、はい、コメントありがとうございます。ポッケありますか。ポッケあるんです。ポッケあの大きなところがここに1個あるのと、あとここと、そう、ここの後ろにも気づいちゃいました、はい、で僕はあのここに、そうなんです、財布とか入れてるんですけど、リアルな財布なんですけど、これとかも入るみたいな。あれいいですね。深めで。そうなんです、全然落ちなくてすごく良くて、で容量もすごい大きい。大きい方がちょっと今アンドモール上では在庫がないんですけれども、まあ、ちっちゃい方ですと全然女性の方持っていただいてもすごい使えるかなと。でも全然小さすぎないんで。そう、そうですよね。使え、そう、そうなんです、うん、お出かけするときになんか持つ荷物は全部そこに入る、はい、ポーチとかね、いいですね、はいはい、そうなんです。でこれメッシュってちょっと皆さんどうなのって思う方いらっしゃると思うんですけど、物とか、まあ、落ちないんですけど、これもちょっとリベラルさんの独自の素材で、すいません、あの絶対わかんないんですけど、このメッシュの一つ一つの穴の中に4から5本の線が入ってまして、すごい、これあの落ちないメッシュっていうので、リベラルさん独自の素材になってるんです。これ確かにこだわり。レザーは本革ですか。あ、すいません、レザーは本革ではなくてフェイクなので、まあ、お手入れとかも非常に楽ですし、うん、ですね、触り心地もすごいいいんですよ ね、 いいですね、肌触りも良くて、すごい、すごい、これ欲しい、ミニ欲しいです、これめちゃくちゃいいです、はい、可愛 いですね、可愛 いですよね、形もいいですね、そうなんです、なってるんで、そうなんです、まあ、いろいろ、うん、はい、使っていただけるっていうモデル でリベラルさん、あのこれが、まあ、象徴的なモデルなんですけども、あのちょっとすいません、本来これパッカブルでこういうナキっていうモデルなんですけど、パッカブルにしてたのにさっき喋りながらちょっと開いちゃったんですよね。確かに。そう、交代するときそこで畳んでありました。そうですね、これナキっていうあのシンプルな、まあ、ショルダーバッグ、これも一応別注でフェイクレザーに変えさせていただいております。素材感いいですね。そうなんです。でこれナイロンだと多分これ今日デニムできてるんですけど、うん、なんかちょっとデニムにナイロンってなんかちょっと異素材すぎる感じが個人的にちょっと気になる部分で、まあこれレザーであればこういうデニムとかでもすごい相性的にいいのかなと思って、なんかちょっと大人っぽく持てる、大人っぽいです、確かに。でここもシルバーで、でここも、はい、なってて、でここに内ポケがあるんですけれども、ここにあのこのバッグ丸ごと収納ができるので、そんな小さくなるんですね。そうなんです。ここにひっくり返してもらってぐるぐるっと中にしまっていただければ、あ、バックインバッグとしても使えて、確かに旅行とかもなんかちっちゃいバッグ必要じゃないですか。そうですね、そういう感じでも使える。確かに、確かにこれごと持っていくのはちょっと邪魔になってしまうもんね。そうなんです、これすごいです。マチもしっかりあって、いいですね。で最後、すみません、はい、ちなみにあのさっきのメッシュ、画質めっちゃいいけど、さすがにわからないって、ね、あ、そうですか、確かに、はい、ぜひあの店頭で、はい、あのこれでもすごい自分実際使ってるんですけども、で最後がちょっとこのエッグパックっていうモデルなんですけど、うん、まあ、その名前の通り卵型の大ぶりのバッグなんですが、これもすみません、ちょっとアンドモール上で今在庫ないんですけれども、まあ、ちょっとこう大ぶりのバッグ、これも本来ナイロンなんですけど、全面をフェイクレザーに変えてまして、で、あのジップの部分ですね、ここが止水ジップになっているので、雨だったり、まあ、風だったりが、まあ、入ってこないっていう、で、ここが直接ですね、あのアクセスできるようになってまして、すみません、ここに直接物が入れられるので、まあ、電車通勤の方とか、まあ、スーツにも非常に合うので、あの電車の中でいちいちバッグを下ろさずに、まあ、こういう感じで物が取れるっていう感じです。いいですね。そうなんですよ。でここもそうなんです。ここの横にも、500のペットボトルが入るぐらいの。そんな入るんですか。そんな入る。ちょっと持ってもらって。あ、結構深い。結構深いので。結構入ってます。結構入ってますよ、ね。結構入ってます。結構入ってます。はい。肘にはいかないぐらい。いかなかったですね、はい。
でこれもかなり大容量 で、でこれポイントとしてはこの今時間大丈夫ですか、語りすぎてる気がする。9時です。あ、9時ですか、はい、すいません大丈夫ですか。でこの背負った時のこのベルト部分、これがこの容量だと普通外国のブランドとかだと結構太くなるんですよ。けどこれ日本のブランドなんで体型に合わせたようにちょっとスリムにしてまして、これがやっぱり僕身長大きいんですけれど、低身長の方とかでもこの容量のバッグ持っててもすごいしっくりくる大きさ。確かに。これも非常におすすめです。あの会社とかでこれ使ってたらだいぶおしゃれかなと思います。ですみません、全部値段言ってなかったんですけれども、これがあのバッグが1万9000円になります。でこれ日本製で、まあ、フェイクなんですけれども結構お得ではありますね、別注で。マーさんこれいいって。あ、ありがとうございます、はい、なんか旅行とかお出かけにぜひ使っていただきたいです。でこれちょっと僕おすすめのなんかコメント来てます。コメント、須藤さんが嬉しいコメント。あ、須藤さんのスタイルがいいので全部欲しくなる。いや嬉しいです、スタイル良すぎる。ありがとうございます。これも欲しい。でこのちょっと大きい方、これ7000円です。でプラス税なので7700円。いや安いですね。はい、ちっちゃい方これ6500円、税込みで7150円。はい、結構このタイプ2次っていうモデルはお手頃になってますね。これいいですね。はい、で最中盤のパッカブルのナキ、これが今タグがないのでぜひカートでご覧いただければと思います。しか8000円ぐらいだった気がするんですけど、8800円、はい、8000円プラスで8800円となっております。はい、ぜひ、語りましたね。自分も欲しくなっちゃいました。嬉しいです。なんかコメントとか。コメントは、はい、お兄さんスタイル良すぎるが最後に。 ありがとうございます。なんか先ほどあのコメントであのぜひ生着替えとかして見てみたいみたいなコメントいただいたので、なんか次回あの、まあ、パンツだったり、はい、まあ、ちょっと着替えてもらって着用した感じとかもご紹介できたらなと思います。はい、はい、ではそろそろ終盤に近づいてきました。しました。終盤ですね。今終盤ですね。あっという間のお時間でしたが、はい、もう一度見たいという方、他大丈夫ですかね。コメント皆様大丈夫でしょう か、はい、大丈夫ですか。それではお手頃でいいですね。トミさん、ありがとうございます。嬉しい、また見ます。マリさん、ありがとうございます。最後アイテムは大丈夫ですか。気になるアイテムは皆様大丈夫でしょうか。気になるアイテム皆様大丈夫でしょうか。はい、あ、コメント、あ、小物とかも紹介してほしいと。あ、ぜひ、はい、ぜひ次回小物を紹介させていただきます。はい、じゃあ今回じゃあおさらいちょっとします。ラングラーと、はい、ラングラーのこちらの別注のデニム2本、はい、2色展開と、フレアサロペットですね。これめっちゃ可愛い。これいいですね。これいい。なんかサロペットって結構自分そんなだったんですよ今まで、はい。これはめっちゃ可愛いと思います。いいですね。男子的にユニバーサル。はい。はい、ジャンパースカートと、オーバーオール、ね。オーバーオールとスカートですかね。ピンクが可愛いレイカースカートです、ね、ピンクが可愛い本当に。そうなんです。ピンクと先ほどのリベラルのバッグですね、はい、とかの合わせ方も知りたいですっていただいてるので、次回ぜひ、はい、はい、また4月にお会いしましょう。はい、はいはい、ということであっという間のお時間だったのですが、はい、もう一度見たいという方、一部を見逃してしまった方は今ご覧のサイトミーチショップでアーカイブ配信もございますので、お時間があるときにゆっくりご覧になってください。配信終了後30分程度でアーカイブ配信が始まる予定です。ミーツショップのサイト内には今後のライブ配信の予定からファッション、ライフスタイル、エンタメなどの動画もどんどん更新されていきますので、ぜひチェックしてみてください。次回の予定などもミーツショップに随時更新していきます。 あと在庫もないものあるので店頭に、そうですね、はい、そうですね、はい、ちょっと在庫ないのが少しあったので、はい、ぜひお店でお待ちしております、はいはい、ではまた次回のライブでお会いしましょう。はい、しましょう。はい、皆様本日はご視聴いただき
ありがとうございました。ありがとうございました。